あんた、確か秀千代さんか。
秀千代が助太刀を頼む。一緒に来てくれるのか。ありがてえ。お前がいたらあやかしだって怖かねえぜ。Thank you.
るな。証拠にもなく首となりに来た。よっしゃー、秀千代ありがとよ、助かったぜ。これできっと信長様も。槍を背負う、歌舞伎だけの俺はもういない。このまたざ、ひとたび決めた主がため、矢玉の嵐をもかいくぐり、敵を噛み裂く狂犬となろう。たとえここに血を流し尽くそうと。